ボートレース福岡日本財団会長杯4日間シリーズの短期決戦、いよいよ優勝戦の時を迎えました第12レースです。1号艇香川の三島誠司、2号艇福岡の原田藤雄、3号艇福岡の魚谷香織、4号艇福岡の池永太、5号艇東京の山田隆一、6号艇香川の村越敦史。人気を集めたのは1号艇の三島誠司です。今年の優勝は3戦とも1号艇、エース機の信頼度も抜群です。シリーズリーダー三島誠司、絶好枠での登場、人気を集めていい線です。そしてその横にはずらりと地元勢が並びます。2号艇の原田藤雄は予選のラスト2コースから勝っての連勝中、ここも2コースから。そして3コースには3号艇、ここ好1点となった魚谷香織です。昨日は気迫ある美しい連勝で勝負かけに成功してきました。4コースには4号艇の池永太、勝負強さのある福岡で3連続の優勝を決めてきています。そして5コース5号艇の山田隆一、気力十分、5号艇の山田も十分に怖い存在です。そして一定ダッシュ、大外6コースに6号艇の村越敦史、最後までもつれる得点争い、6号艇をつかみました。大外6コースから戦います。新入スタイル5対1の枠なり、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。優勝戦の第12レース、インコースからトップスタートは1号艇の三島誠司です。一周一幕、逃げる1号艇の三島、握った3号艇の魚谷に届かない、そして2号艇の原田、4号艇の池永も1号艇の三島が堂々と押し切っています。スタートは前提正常でした。先頭は逃げました1号艇の三島誠司です。2番手は4号艇の池永太、追走する3号艇の魚谷、一周にマークトップ戦か1号艇の三島、続いて4号艇の池永、握ってくる3号艇の魚谷とホーム直線コース、先頭1号艇の三島誠司、2番手は4号艇の池永です。3番手は2艇審査、3号艇の魚谷香織でレースは2周目に入っています。2周目1マークの旋回、先頭で向こう正面1号艇の三島、そして2番手で旋回していく4号艇の池永、指していく3号艇の魚谷ですが届きません。2番手はキープする4号艇の池永、3番手に3号艇の魚谷です。その後ろは大きく水が空いて、2号艇の原田、5号艇の山田、6号艇村越となっています。2周にマークトップ旋回は1号艇の三島誠司、そして追いついてきた3号艇の渡り先に回る、そして4号艇の池永太とホーム直線コース、さあ2番手3番手定冠が詰まってきました。4号艇の池永の一停止後ろから3号艇の魚谷香織、レースは最終周回に入ります。先頭は人気に応えました1号艇の三島誠司が最後の向こう正面へ、そして2番手で旋回する4号艇の池永、そして迫ろうと3号艇の魚谷ですが届きません。上位の3艇は1番、4番、3番です。143、この組み合わせ3連単のオッズは 13.8 倍を指しています。今年4度目の優勝が見えてきました。先頭1号艇の三島がサイモンホーム直線コース、そして3号艇のウテリが粘りを見せる、そして4号艇の池永、さあ4号艇3号艇2番手接戦ですが、4号艇の池永が2番手をリードしています。先頭1番三島五輪、4番池永、3番魚谷の順で五輪、5番山田、6番村越、2番原田五輪、以上前提五輪しました。